バルセロナがユニフォームサプライヤーのナイキと大型契約を結ぶ見通しとなった。スペイン、マルカが報じている、ユニフォームサプライヤーのナイキと契約延長交渉に取り組んできたバルセロナ。ジョアン・ラポルタ会長がプーマへの乗り換えやジクラブのブランドでユニフォームを賄うことを示唆しながら行われてきた交渉は、10月以内に合意に達する見通しだ。マルカによれば、ナイキはバルセロナと新たに10年契約を結び、年間1億4000万ユーロ。 約億円を支払うことになる現在、交渉は詳細を詰めている段階で、焦点となっているのは契約ボーナスの取り決めだ。バルセロナは契約延長の際、契約ボーナスとして先んじて1億5000万ユーロ約億円を受け取り、毎年支払われる額を1億2500万ユーロ約200億円まで減らす可能性を検討している。バルセロナが1億5000万ユーロの収入を求めるのは、 喫緊の財政問題を解消するため。というのも同クラブは、まもなく発表することになる2023から24シーズンの決算が9100万ユーロ、約150億円の赤字で、子会社バルサビジョンの一部売却分の支払いが未まだ滞っているため、その埋め合わせをすぐにでも行わなければならない状況となっている。加えてバルセロナは、その1億5000万ユーロがあれば、サラリーキャップ超過の問題も解消できる。 負傷中のために選手登録していなかった DF アンドレアス・クリステンセンらを冬の移籍市場で登録できるようになるほか、超過しているために課されていた人件費の5%以上を占める選手を売却した場合、その選手のために支払っていた年俸の70%分しか新たな人件費に回すことができない、占める割合が5%未満の選手の場合は60%。